こんにちは、エルビアン TV。 エルビアン TV のレイアンとユです。2回目でとある方たちにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。はいはい。びっくりした。びっくりした。びっくりしたよね、突然ね。そうだよ、突然ね。ちょっとのね、パチパチでも泣いちゃうんですよね。あ、なんだ、それが怖いんだ。早鷹さんのお二人にお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。はい、あ、じゃあ自己紹介お願いします。ゲイファミリーのタカです。ゲイファミリーの、ハヤトです。お願いします。なあちゃんです。なあちゃんです。はい、こんにちは。ネクタイとも35なんです。同い年で。ちょうど私たち あの子供と2日違いなんですよね。2日違いですごく月齢が近くて、でちょっと今日はね、私たちのお子はいないんですけれども、はい、どうですか最近はお二人。僕が5月からちょっとパートに行き始めたんで、うん、またちょっと生活環境も変わって、うん、なあちゃんも保育園に行き始めたんですけど、4月からね。4月から風邪ひきまくってそうなんですね。確かに風邪のやっぱ洗礼受けますよね。保育園の洗礼受けました。毎週のように行って、まあ、4月だから後半ほとんど保育園行けずで、でもちょうど私たちもそんな感じでした。なんか4月5月ぐらいがやっぱりかかったり治ったり、治ったと思ったらみんなかかってるみたいな感じでしたよ ね。今ってもうお付き合い、今結婚されてからどのぐらい経ってましたっけ。結婚してから6年、手に合ってから9年か、はい、10年ぐらいかな。8、9年ぐらいかな、はい、長いですね。ありがとうございます。ね、パパたち長いね。同じ方向性をこう向いとかないと、なかなか同性カップルも異性カップルも変わらないと思うんですけど、こう家族になるって選択肢を取るのが難しいじゃないですか。特に同性カップルのレズビアンカップルだったりゲイカップルの方だと、子供を絶対に持ちたくないって方たちもいたり、絶対に子供を持ちたいっていう希望があったり、まあ、どちらでも合わせますよって方がいたり、いろんな方がいると思うんですよ。同じ方向を向いてないってやっぱり難しかったりっていうのがあると思うんですけど、そういった方たち向けの素敵なサービスがあるとお伺いしまして、5月から LGBTQ 専門の結婚相談所の、娘の社虹の架け橋というサービスを始めました。そのセクシャルマイノリティの方を対象としておりますので、あのカミングアウト必要なく、あの登録していただくことができますので、もしちょっと本気の出会いを探したいとか、家族を作っていきたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひあの一度お気軽にお問い合わせいただければと思います。こちらお問い合わせをしたらどんな感じでこうマッチングができたりとか、あのお探ししていただいたりとか、アドバイスとかもらえる形になってるんですか。そうですね、最初は大体1時間ぐらいあのしっかりお話を聞かせていただいて、うん、もしあの良ければ登録をしていただいて、で、ちょっとそのシステムがあるんですけど、その中からこう登録されている方、ご希望の条件に合う方をこちらで探させていただいて、合致する方がいたらご紹介させていただくという流れになってます。あの本当にお二人ともお話ししやすくて、あの穏やかな方たちなので、多分ねお話もねしっかり聞いていただけると思いますし、なんていうんですかね、ただ出会いたいっていうよりかは、将来を見据えたような出会いがしっかりしたいなって方とかいて、今年齢的にも悩んでる方がいたらね、お気軽にちょっと SNS 覗いてみてください。お願いします。お願いします。今回インスタグラムの方で2人パパ2人ママに聞きたいことあったらぜひどうぞっていうような感じで質問を募集させていただきました。まあ、DM とかじゃないと聞きにくいって多分思ってくださったのか、そういった DM とかで聞いてくださる方とかもいたので、この際ちょっと聞いてみようかなと思って質問を募集しました。はい、いつも見てます。2人目って考えてますか。2人目は今のところは考えてなくて、なっちゃんだけでちょっと精一杯みたいな。確かに大変ですよね。私たちは考えてます。2人ママ、2人パパで不憫なこととか困ることってありますか。この1年だと特にそんなにまだないかな。保育園も普通に2人父親で受け入れてくれてる。ある、私たちも保育園2人ママで行かせてもらってるんで、ここら辺は不便なところはなく、あと、なんだろうな、今後成長する中で何かしら感じることとかはあるのかなとは思ったりもします。って言うなら男性側のトイレにあのおむつ台がなくって、女性側の方にしかない場合とかは結構やっぱその多目的トイレとか探さないと結構難しい時があるかな。男性側のトイレにはおむつ替えの棚がない場合があるんだ。もうちょっと多目的トイレとかが増えたら、いろんな面でもいいしかね。パートナーと子供を育てたいと思っているのですが、2人ママパパならではの大変なことを知りたいです。まあ子育ての上でもいいんですけど、比
くくっちゃうと難しくないですか、うん、こう、うん、私たちも2人ママだから難しいことって聞かれるとそれはないというか、うんうん、男女の夫と同じことなら多分いっぱいある。うん、そうですね。どこ行くのも結構2人一緒なことがお出かけとか多いから、うんうん、結構男女だとお母さんはこれやるけどお父さんはこれやらないとか結構聞きますけど、あんまり自分たちそこの役割分担そんなになくって、うん、結構なんかもうできる方がなんかお風呂入れるご飯食べさせる家事やるとか、うん、そういうのが多いからあんまないかな。そうですね、うん、髪の毛とかさ、結ぶのもすごく器用だから。いやいや、でもやっぱ結ばないから自分でちょっと練習しました。うん、YouTube 見たりとか。そう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 、大変なことって多分これから年齢が上がってから多分感じることもきっとありますよね。うん、次、親になんて言いましたか。子供できました。あのその前から子供が欲しいと思ってるみたいな話をしたら、まあ、お互い反対はされて、うん、ハートナーがいますっていうお話って親にしてたんですか。あ、そうそう、結婚式あげたからその前に親にカミングアウトして、うん、その大反対されて。なるほど。こちらで、でも生まれたらとても可愛がって。そうですね。あ、なんかうちの場合も子供を、まあ、授かりたいなって思った時ぐらいから母親には相談してて、ゆうちゃんの家族は特に反対はなくって、うん、そうですね、なんかもうそういう話がもう出てくるんで思ってたっていうふうに言われたんですよね、話した時。うちは、まあ、なんか大変なこともあるけど、うん、みたいな、まあ、やりたいなら応援するよみたいな感じだったんですけど、やっぱいろんなね家族がいるので、うん、やっぱりね家族が増えるっていうのは家族も絡んでくるので、うん、やっぱり欲しいなと思ってる方は一部ね参考として家族の意見を聞くのはいいかもしれない。うん、そうね、そうね。でもね、別に反対されてそれをね、通したからって不幸になるわけじゃないし、うん、幸せな家庭もあるし、うん、でも今はね、こうサポートしてくださってますもんね。そうですね。結構反対されて困ってますとか、子供を作ることに両家、両親反対されませんでしたかって質問結構多かったんですよ。うん、はい、次、子供の面倒を見たりとか、家の家事ってどう分担してますか。もともと私が、仕事をはしてフルでしてて、でこっちが仕事辞めて、うん、で10ヶ月ぐらいまでは僕が家にいたので、うん、かメインでやってたけど、うん、今パートで働く時間増えたから、うん、なんかできる時でもやるみたいな、うん、できる人がやるみたいな、うん、分担分けはそんなにしてないよね、うん、料理も、うんうん、子育ても、うん、料理もなんですね。じゃあ離乳食メインどっち作るとかはないんですか。あ、離乳食はでもこっちこっち作ってくれる。あ、そうです。冷凍で、まあ、なんか1週間分とか。すごい。朝ごはんとかの担当は結構起きるのはゆうちゃんの方が多いので、ゆうちゃんが朝ごはんを食べさせてて、ね、保育園から帰ってきたりとかして、うん、から夕食を食べさせたりご飯を作るのは私が担当なので、お風呂入れるのは私です。キャッチするのはそのまま寝かしつけにベッドに運んで、もうなんかもうこっち側みたいな、私側がやるっていう、っていうなんかうちは結構ルーティン分かれてて。子供にいつ2人ママパパだと伝える予定ですか。これ結構質問きません。あ、私たち割と来るんですけど、ね、ちなみに私たちは考えてるのが、まあ、子供が男女の区別みたいなのを、あ、まあ、ジェンダーって今いろいろあると思うので、まあ、男性女性っていうふうにくくるのも良くないかもしれないんですけど、多分子供なりに自分がどっちかとか、うん、女とか男っていうものがある、自分と違うものがあるみたいなのを気づき始めるタイミングって多分あると思うんですよ。私はその時にちょっとずつ伝えていこうかなと思います。まだ多分人間か人間以外かぐらいしか多分分かってないと思うので、そのタイミングでこういうものだよっていうのを、まあ、なんか絵本とか、まあ、何かこう分かりやすいもので伝えていくっていうので、ただまあ分かるまできちんと伝えてはいこうかなと思ってるので、もちろん最初から隠すつもりとかはなくて、うん、徐々に伝えていこうかなと思ってます、うん、隠すつもりはなくって、うん、ただ結構やっぱ海外だとそういうなんか2人ママの絵本とか、うん、タンタンタンがパパ2人というペンギンの、なんかそういうなんかそのパパペンギンのオス同士が卵型のが石ころを育ててて、それなんか動物園のなんか飼育員さんがちゃんとなんかその育てられてなかった卵をすり替えてみたいな感じでいうストーリーの絵本があるんですよ。なんでそういうのがあって、なんか小さい時からパパママだけの家族じゃなくって、なんかそういういろんな多様な家族がいるんだよっていう絵本を見せていこうかなって、別に自分はその特別というか特殊じゃないんだよっていうのは伝えていこうかなとは思っては、はい、
で保育園だとやっぱりどうしても男女の家族がこのマジョリティになってくるから、うん、いろんな家族がいるセクシュアルマイノリティで子育てしてる、うん、家族の集まりとかいろんな家族と触れ合わせてもらうといいかなと思って。子供って純粋だから、なんでなんちゃんとこってママいないのみたいなこと絶対に聞かれる時が来ると思ってて、でも別にママがいないのが別になんか変なんじゃないんだよって、うん、世界にはパパ2人もいるし、ママ2人もいるし、パパママもいればおじいちゃんおばあちゃん育てられるとこもいるんだよっていう子は伝えていこうかなとは、はい、思ってます。コミュニティって大事ですよね。私たちもそうですけど、月齢が近いからこうたまに集まったりとかしようねって話とかは結構してたりとかして、身近で目で見たものが割と取り入れやすいものではあったりするから、そんな感じですよね。そんな感じです。同性同士で親になってよかったメリットありますか？逆にその男性女性に縛られないっていうところ。あ、確かにそれありますよね。なんかこう、女だから家事をやるとか、育児をやるみたいな固定概念、そもそも私たちって全くなくないですか？ないですね。どっちもやらなきゃいけない立場だったよね、みたいな感じですよね。確かにそういう部分では、なんかこう、奥さんだからやらなきゃいけないとか、そういうものは、まあもちろんない家庭もたくさんあると思うんですけど、割とうちらはない方だよね。だからすごいフラットだった。フラット、またそう、関係性が本当にフラットかもしれない、その部分では。はい、同性同士だと親でママ役、パパ役的なポジションはありますか？多分これはママが結構育児とかするとか、パパはこうスポーツを教えるみたいな、こうあるじゃないですか、パパだったらこんなことみたいな、こう世の中でイメージ的にあるだと思うんですけど、ないですね。うちもないのかな。ただママかパパかみたいな役割はないけど、やれることってこう得意不得意あるじゃないですか。だからそういった意味では、私はスポーツがすごい得意なわけじゃないから、子供がサッカーをしたいって言ったらサッカーをやってたので、多分こっちになるんですよね、みたいな感じの役割はあるかも。自分たちの性と子供の性が違う場合、壁を感じたなと思う時とかってありますか？例えば私たちは女性同士で、子供が性で言うと男性っていう性になるから、多分性が違うことで子育てをする上で感じるものとかって。はないけど、これからやっぱりね、体が大きくなってきたりとかするとやっぱり出てくるかなとは思うので、なんでやっぱ自分たちが解決できない時には、やっぱりあの同じ女性の方とか友達とかに、そこはちょっとなんかお願いだったりとか協力してもらおうかなって、一応今からそういう対策は考えてって感じでやってますかね。もうちょっとこう、ね、年齢が上がってから何か感じることはあるのかもしれないけど、でも最初ちょっと戸惑ったのが、そのお股の洗い方、それみんな言いますよ。みんな言います。どこまで洗っていいんだろうみたいなね、ところが看護師やってもそこはちょっと分かんなかったので、ちょっとね勉強してるね。それ私が同性の子を産んでても思いますね。おむつを変えるためにきれいに拭かなきゃいけないし、拭き方も雑菌が入らないように向きがあるんですよってこととかを聞いたんですけど、あのこっちは向きとか特にどっから見ても同じって言われたんで、そうですね、特にないかったから、その部分ではシンプルだなって思ったけど、もし私が女の子産んでても多分そこはハードル高いと思うよね。自分と同じものだけどちょっと違うじゃん、なんか、家庭のルールはありますか？意外と家庭のルールってこれからできていくもんなんですよね。そうですね。意外と子供ができたらそういうルールとかもできるのかなとか思ってたけど、意外とできてないかも。ちなみにもう一個質問で、教育熱心なのはどっちですか？普段子育てでの決定権とかそういうのは比率がありますか、みたいな質問があって。こっちかな。あ、うちこっちです。あ、そうです。私全くなくないですか？ない。だよね。ない。決め事は結構こっちが多いです。あ、分かる。こっちだ。あ、結構何でもいいよタイプですか？全然何でもいいし、もし買うとしたら別に相談しないで買っちゃうかも。あ、一緒です。だからなんか相談しなくていいよって言ってるんですけど、なんか相談してくるんですよ。そう、じゃあ一緒に決めたいですよ。あ、はい。で、なんか全部聞いてくるけど、私たち勝手に買いますよね。買いたいものは買いますしね。勝手に買わないでって言ってるね。勝手に買わないでって言われても、買わないでって言ってる。そう、そう、勝手に買わないでほしいんですけど、一言相談欲しいですよね。あ、そう、そうなんですよ。ダメとは言わないからさ。じゃあ最後に、あの子供を持ちたいなと考えてる、まあ、同性同士のカップルさんとかゲーム系のカップルさんに向けて何か一言お願いします。お願いします。まあ、なあちゃんを授かるまでに6年間かかって、まあ、その間にやっぱりすごくその諦めようかなって思う時もあったりはしたんですけど、まあ、最終的にはこうやってなあちゃんを授かって、今は本当に幸せにあの家族3人で暮らしているので、もしあの欲しいなって思ってる方は諦めないで、
ぜひ頑張ってほしいなと思ってます。はい、昨日誕生日だったじゃないですか、うんうん、それやっぱ2人とも1年間お疲れ様だねみたいな話してて、うんうん、こう2人とも思ったのが本当に子供生まれてすごい良かったねみたいな、うんうん、よく話しててめちゃめちゃ幸せですよね、うんうん、いや子供ってすごいなって思う。本当に私たちも幸せだし幸せにしたいなってすごい日々思って、うんうん、私たちも全力で2人とも子育てをしているから、うん、本当に子供が欲しいなとか家族をね、子供がいなくても家族を作りたいなって方がいたりとか、まあ、そういう同性同士でもやっぱり家族を作ったり子宝にね恵まれたりとか、いろんな形がね本当ね、うん、選ぶことはできるので、うん、やっぱりね、もし本当に気になる方がいたら、もう早高さんの新しいサービスをお問い合わせください。お願いします。はい、お二人の SNS は概要欄に載せてあるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。この動画が良かったらグッドボタンのチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。